残り3枚なんですけど、まあ S ランクの妖怪はもう来ないかな、確率的に。あ、ブル必殺の秘伝書、あと2回、普通のガシャコインはあと2回。さあ、じゃあ青コイン、赤、うん、妖怪、エコひいきか。エコひいき、よし、じゃあそうだね、普通のガシャコインラスト回すか。いやー、ここまで普通のガシャコイン貯めるの結構大変だったんだけど、回し始めたらなくなるのあっという間だな。水色コイン、無限地獄で1回回るのに1時間ぐらいかかるから結構時間かかるんだよね。紫妖怪、嫌い魚か。お前みたいなやつで嫌いだ。うん、まあ S ランクの妖怪が来てくれたから、まあ今回はいいかな。さあ、じゃあまだあるんだね、コインが、あやかしコインがあるんだ。初めてゲットした大ヤモリ、本家の大将のなんだっけ、あれ大釜、あれあげてしまったから持ってなかったんだけど、うん、いいね大ヤモリ、かっこいいな、豪傑。あ、あれだ、これ必殺技が、なんだっけ、本家の大将と違うな。確か本家の大将は敵一匹に攻撃を与えるパターンだったんだけど、これ敵全体を攻撃するパターンか。伝説のヤモリの力を解放し敵全体を攻撃する、そうなんだ、へえ。ちょっと技見てみたいな、見たことがないんだよね。ちょっと現代に戻って、なんかすごい妖怪の反応があるけど、これか、いいやいいや、やらない。キュ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 、妖怪を入れ替える、大ヤモリ、こうしようか、こうやって、であとエコヒーキ、これでちょっとやってみるか。なんか適当なとこに妖怪とかいないかな、適当なとこに。あ、Eランクの反応がある。どこだ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 、これか。あ、これはこれはセミ丸か。ちょっと弱すぎないかな、大丈夫かなこいつで。セミ丸、お、セミ丸が3体も来た。じゃあちょっと大ヤモリ、あ、やっぱ弱いなセミ丸。あ、こんな感じなんだね。ちょっと本家の大将に比べるとちょっとアニメーションがちょっと違ったような気がするけど、うん。さあ、じゃあ、あやかしコインが14枚あるから、じゃあこれから回しに行きます。さあ、着いた。じゃあ、あやかしコイン14回。回していこうか。で、さっきね、本家の大将の必殺技が、全体攻撃じゃなくて、敵一匹に対する攻撃だ、みたいなこと言っていたんですけど、覚えてない。もう結構昔だから、本家の大将持っていたんですけど、フレンドさんに結構早い段階で上げてしまったんですよ。だから、本家の大将がどんな技使っていたのかね、もう正直覚えてないや。よし、回そう。あやかしコイン。あやかしコインで出ていない S ランク。おお、いきなり金か。あ、そっか。そうか。A ランクも来ちゃうんだ、金。
あーちょっと S ランク来るかなと思ったんだけど、死神鳥。いやー死神鳥何回ゲットしたことやら。そうねガンガン回していこう。あと13枚もある。あグレー鉄のこけし、あやかしコインでもあんなの出るんだ。3枚目何かな何かな。あーもうやだグレー銀のこけし、ちょっと良くなったさっきより。そうだ、さっき言おうとしたのは S ランクでまだゲットしていないのはおねむのせい。これがねずっとなんか手に入んないんだよな。あー赤かー赤かー。でも妖怪だ。ああもうさっきゲットしたやん。死神鳥。死神鳥。回そう回そうガンガン回そう。あと10回。なんかね最近あやかしコイン S ランクの妖怪全く来ないんだよな赤。ああもう払わせるか。うん、そうだね、あやかしコインって結構レアな妖怪が出やすいんだけど、ちょっとあまりにもレアな妖怪が出やすくなるから、そのレアな妖怪がレアな妖怪だと感じられなくなっちゃうんだよね。もうちょっとレアな妖怪出る確率下げてもらっていいから、普通のガシャコインの S ランクの出る確率をもうちょっとだけちょっと上げてほしいんだよな。さっす、9回あと。あー赤が続くな。妖怪か。あ日暮らし丸珍しい。日暮らし丸珍しいな。日暮らし丸だいたい僕の場合はあやかしコインを回すとさっきの死神鳥と払わせる、あとはなんだっけ歌舞伎猿、この3種類の妖怪が出まくるんだけど、日暮らし丸っていうのはちょっと珍しかったな。あーもうやだもうずっと赤だ。あーまたか日暮らし丸。日暮らし丸ゲームの最初の方にこの日暮らし丸がゲットできたらね相当嬉しかったんだけど、今ゲットしてもな。あーずっと赤だね。妖怪、しかも妖怪現せる。現せる。ちょっとあやかしコインの調子が良くないな。 S ランク全く来ないな。あーブルー、紫かブルーかよく分かんないけど金の国旗。やっぱあれだね、妖怪ガシャ全部で何回回してるのか分かんないんですけど40回ぐらいかな。これ多分動画にしたらね結構長いことになっちゃうんじゃないかな。時間かかるな40回って。あと5回。赤、なんかさっきからずっと赤のような気がする。日暮らし丸、日暮らし丸、今日はあれかな、日暮らし丸の日なのかな。逆に歌舞伎猿しか出ない日とかねあるんだけど、日暮らし丸も何体目だよ今。3体ぐらい出たんじゃないか。1、そうだね3体ぐらい出てんな。あと4回か。ちょっと怪しくなってきたな S ランクの妖怪。あー紫、あータラリンか、タラリン、タラリン。まあ今回はね S ランクの妖怪が出てきてくれたんで一応、まあ動画としてはなんとかねやっていけるんだけど、
おねむのせい来てくんねえかな。紫。浦島丸多いな。これで4体目か。日暮らし丸。あ、これ思いついた。確か妖怪って、同じ種類の妖怪って6匹までしか友達になれないんだよね。ってことは、日暮らし丸6匹全部揃ったら、もう日暮らし丸は出ないことになるのかな。どうなんだろう。今、日暮らし丸が6匹いるんだよね。違う、6匹じゃない、4匹か。ああ、どうだろう。まあ、いいや。余計なこと やるのやめよう。うん。回しよう。あと2回。おー、やっと来てくれたー。おねむのせい来たー。うわー、もうようやく来たよー。おねむのせいか。これ本当になかなか出てきてくれなかった。おねむのせいね、あやかしコイン自体もね、僕これ結構もう100回ぐらい回してんだけど、ようやく来たよ、おねむのせい。前作の妖怪ウォッチの時は無限地獄にこのおねむのせいが出たんですけど、その時はね結構あっさり仲間になってくれたんですよ。よかったー。これであやかしコインの S ランクのレア妖怪は全部揃ったかな。ゴルニャンも来てるし、おねむのせいでしょ。あと覚えてないな。S ランクの妖怪なんだったっけ。よし。ちょっと最後回していきたいんですけど、ちょっとパソコンがね止まってしまったんで、うん、これが最後。赤。払わせるね。うん、まあいいや。オッケー。今日はもうおしまい。止まっちゃったな。またこれね、パソコンが調子悪いんじゃなくて、本当は Nintendo 3DS がねちょっと壊れちゃってるんだよな。あー、ダメだね、ちょっと映らないな。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。うん、映った。はい、ということですね。さっきも画像が止まってしまったんですけど、僕の今持っているこの Nintendo 3DS のね調子が悪くて、たまにああいう風に画面が止まってしまうんですよ。なんでこれからですね、今ポケットモンスターアルファサファイアの実況をやっているんですが、修理に出そうと思うんで、妖怪ウォッチとね、ポケットモンスターアルファサファイア、あと他には Nintendo 3DS の実況をやっているのは今現在ないんで、その2つの実況に関してはちょっとしばらくお休みさせていただこうかなと思います。はい、ということで長々とやってきたんですけど、妖怪ガシャ40回回したのかな、わかんないんですけど、これでおしまいにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録お願いいたします。